ちは、クイズキュンです。今回は日本の難読名詞クイズです。全部で5問ありますよ。制限時間は10秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。この名字何と読む？正解はつゆりでした。全国におよそ60人いらっしゃいます。栗の花が落ちる頃が梅雨入りの季節であったことから、梅雨入りがなまって梅雨りになったと言われています。2問目です。この名字何と読む？正解は梅雨りでした。こちらも先ほどと同じで梅雨入りが関連しています。5月7日に雨乞いの祭りが行われていたことが由来ですが、現在は確認できない名字です。架空の名字なのか実在した名字なのかもわからないそうです。3問目です。この名字何と読む？正解は綿抜きでした。全国でわずか10人しか見られない非常に珍しい名字です。宮崎県で見られます。4月1日に着物の綿を抜いたことが由来とされています。4問目です。この名字何と読む？正解は穂積でした。全国でおよそ80人見られ、特に群馬県に多いようです。こちらは旧暦の8月1日に稲の穂を摘み取っていたことが由来と言われています。他にも八作や矢踏みなどの読み方がありますが、いずれも珍しい読み方ですね。最後の問題です。この名字何と読む？正解は人とせでした。全国におよそ60人見られ、特に茨城県で見られるようです。春夏秋冬と書いて人とせという名字があると言われることもありますが、そちらは実際には存在しない幽霊名字です。いかがでしたか？ここでおまけの問題を解いてみましょう。それではどうぞ。この名字何と読む？終了です。おまけの答えはクイズキュンの過去の動画で解説しています。 URL を概要欄に記載しているので、ぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。